今日はですね、こちらを解いていきたいと思います。これはですね、確か20年くらい前に買ったものなんですけど、もうどこで買ったかももう記憶にありませんが、うちのね、あの次男が釣り用で使ってるナイフなんですが、ワイルドボーイ by 冒険クラブ。ワイルドボーイ3、ちょっと読めません。なんとかジャムデザインオフィスですかね。出してみますと、ワイルドボーイ、なんだこれ、なんとかハンティングアウティングハイカーボンステンレスですねと書いてあります。片刃のナイフですね。裏押しはありません。線抜きがついてて、ノコギリ刃がついてる感じです。もちろん切れませんね。まず切れ味チェックを。はい、まあ切れることは切れますが、欠けだらけですね、これ。まあ切れなくはないが、欠けだらけです。こんな感じです。こう毛羽立ってるっていうことはもう切れてないってことですか。欠けてるところでこの折れとあれが出てるので、ですので欠けがいっぱいで、切れ味が鈍いですよというナイフです。で、錆も出てるんで、ちょっと綺麗にしてから研いでいこうかなと思います。で、ちなみにここにコンパスっぽいのがあるんですが、もう使えません。全然方向を示してくれません。まあね、もう20年前のものですから。でもね、研いでれば使えるので。ではまず掃除していきます。いつものサビトールで、これ刃先やるときはね、気をつけないとこのままスパッていってしまうので、刃に指を近づけずにこすってあげると良いです。こういうね、削れたカス取って、まあ砥石の粉でもいいんですけども、サビ取るの崩れたカス取って、こういう隙間で爪楊枝こすってあげると多少の汚れは落ちてくれます。はい、掃除はこんなもんです。深いね、サビとかはもう落ちないので、このくらいにして、あとは研いでいきます。はい、今日はアラト君からいきます。研ぐときはね、やっぱアラトでやると、あの帰りとか分かりやすいんで、アラトをまず使ってみることを私はお勧めします。そうすると、あの裏帰りとかね、すぐ感じれるんで、あ、これで研げたんだなというのはよく分かるので、あの皆さん多分うまく研げないっていうのは、きっとあの帰りが出てるの多分分かんないんではないかなと思ってるんですよ。で、こういくら擦っても結局刃先を尖らせてあげないと切れないわけで、いくらね、この面研いでもダメですし、ここだけ研いでも結局この先まで当たらないとダメなんで、極端な話、こんな急な角度で研いでも切れるっちゃ切れるんですよ。別にこう10円玉2枚とか刃をベタにしろとかそういうのじゃなくても、極端にこう45度くらいガーって研いでも切れるっちゃ切れるんです。ですので、まずその本当のこの刃先に当たってるっていうのも分かるために、私はアラトを使った方がいいんじゃないかなと思います。で、今回は特にここベタでこの切り刃を研ぐのではなくて、刃先だけ二段刃にしてあげようかなと思います。ですので、こう当てたのからちょっと立てて研ぐようなスタイルです。ですけど、これでこうちょっと立てて研いでも、結局ここ隙間空いてるんで、こっちになるとここを持ち上げないと刃先には当たってくれません。ですので、研ぐときはこの平らな部分はね、このまままっすぐ当てればこの角度のまま研いでいいんですけども、先に当てるときはここを持ち上げて、で、ここの上げ下げでここら辺研いだり、ここら辺研いだり、ここら辺研いだりと、この辺を研ぐ感じでやるとうまく研げます。こうやってね、研ぐ人もいますけども、まあ、どちらでもいいと思います。要は研げればいいので、私の場合はこのままこの上げ下げで研ぐスタイルでやってます。ではやっていきます。まずは切っ先から、まずこの状態見てみますか。これまだかける前です。ちなみにアラトはかけた後も傷が深く入るので、とても見やすいです。今これ何もかけてない状態で、ちょっと当ててみますか。まずこの平らなところちょっと立てて、はい、こんな感じです。
もう当たってるとこ分かるでしょ。でもう帰りも出てます。すぐ出るんでね、アラートはとても分かりやすいです。もしこう当てて帰りが出ないっていう人は歯をちょっと立ててみればいいんですよ。こうで擦ってあげるとすぐ帰りが出てきますんで、これで本当の刃先まで当たったっていうことになりますので、あとはこれで片刃の場合ですと裏を研いであげるともう切れるようになります。じゃあやってきます。じゃあ今度順番にね、はい、これでもう全部に帰りが出ました。でおそらくさっき加減あったのもちょっと目では見えませんが多分取れてくれたと思います。あ、でもなんか欠けてるっぽいですね。まあでもそんな包丁ではないので、お刺身切ったりねするわけではないので、アウトドアで使うナイフなのでさほど欠けまで気にしなくても良いかと思います。片刃のナイフなので反対側両面だとね、こっちも逆もやるんですけど、こっちの面だけ研いでいけば大丈夫です。で多分私の予想ですと裏押しこうするんですけども、多分刃先には多分当たらないと思います。まあ今アラートなんでちょっと裏はやらないんですけども、今研ぎ進めていったら裏やるので、その時にもう一度。じゃあとりあえずアラート君は終わりです。はい、次はなにわさんの旋盤いきます。またこれも同じで、切っ先を研ぐ時は持ち上げて、で擦ってるところが当たってるところが分かるので、今この辺当たってますね。まずこの辺でスタート、この辺が当たってます。でちょっと下げるとだんだん下がって、こっちにこう来ますよ。ぐーっと、これが今刃が当たってるところです。もう一度いきますよ。ね、こんな感じで順番にこう、この刃先の位置は変わってないので、こういう風にだん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 研げてきてるっていうことです。でその角度を感じながら研ぐと綺麗に当たると思います。旋盤当てるとこんな感じになります。うん、ちょっとさっきの帰りとちょっと出てるのがちょっと分かんないんで、ちょっと裏当ててみます。なんかこの真ん中しか当たらないみたいですね。でこのサビも減らないので帰りもしっかり残ってます。一回裏押ししちゃって平らにしちゃった方がいいんですかね。この粗いところがほらアラートが当たったところです。一回これアラートかけて平らにしてしまいます。はい、現在こんな感じです。まだ当たりませんね。光ってるところは当たってないのでね、この真ん中だけ当たってます。この今色が濃いとこ、ネズミ色っぽいところを今減らしてる最中です。はい、こんな感じです。これで全面に当たりました。まあ、先の方ちょっとサビが深く入っているようなので取れませんでしたが、これで帰りはみんな取れました。で裏あまりフラットにするとね、多分番手上がるとくっついちゃうと思うんですけど、まあ今ちょっとやってってみますね。次は3000番いきます。もうこんな感じでくっついてしまいます。番手が上がれば上がるほどくっつきやすくなるので、なにわの5000番いきます。はい、もちろんこれでもくっつきます。では5000番終わりです。なにわの1万番いきます。まあ実際包丁じゃないんで1万番までやらなくてもいいと思うんですが、まあ一応やっときます。帰りが出たんで裏行きます。こっち側にね当たるようにして今押してます。でもちろんぴったりくっつきます。砥石がもう上がるだけくっつきますので、こんな感じです。はい、完成です。では切れ味チェックを。ああ、いいっすね。
とても入りから抜けまでバッチリです。仕上がりはこんな感じです。で裏はもう本当のフラットになっちゃったんで、もう研ぐ時はもう裏はくっついてしまいます。まあ、それが嫌な人はこう立てて、気持ちこう立ててこう研いであげると、そうすると研ぎやすいと思います。まあ、一応全体研いだんですけども、やっぱ刃先の方とかまだ当たりが悪いので、まあ研ぎ続けていればそのうち当たるでしょう。まあ今日はこのワイルドボーイハイカーボンステンレスのナイフを研いでみました。疑問とか質問とかありましたらコメント欄の方へお願いします。チャンネル登録の方もよろしくです。ではまた。